世の中には、絶対に足を踏み入れてはならない場所が存在する。あなたの知らない世界へようこそ。ミステリー調査員のゆっくり霊夢と、マリサだぜ。今回は、岩手県の絶対に行ってはいけない場所、18選を紹介しますね。大人気の心霊スポットシリーズ。前回の青森もやばかったわ。皆さん、取り上げてほしい件があったら、コメントで教えてね。ホラーや都市伝説が好きな人は、チャンネル登録もよろしく。それでは、ゆっくりしていってねー。翼風荘は、岩手県二戸市にあるぜ。ここは、なんと、座敷わらしが出ると有名なお宿なんだ。あら、座敷わらしならまだ可愛いじゃない。座敷わらしの歴史は古く、始まりはなんと、670年代の南北朝時代にまで遡るそうだぜ。岩手では、古くから、座敷わらしイコール子供の姿をした精霊とされ、その姿を目撃した人に、大きな幸運をもたらすと伝わってきたんだ。めっちゃ会ってみたいわね。ここで写真を撮ると、オーブが映り込んだなどの体験談が数多くあり、座敷わらしを目撃した人の中には、成功を収めたと言われる人がたくさんいるんだ。人気なのでなかなか予約は取りにくいけど、幸運をつかみたい方はぜひ行ってみてくれよな。岩手県伊沢郡金ヶ崎町に位置する、仙岩石堤。この近くには森林公園などがあり、自然を堪能することができる場所だぜ。なぜここが心霊スポットと言われているの？それはだな、1682年に、ダムを作る際に決壊しないように、お石という19歳の少女を、人柱として石棺に入れて、生き埋めにしたんだぜ。いや怖い怖い。生き埋めとか。それ以来、毎夜女性の声が聞こえるという噂が立ち始めるぜ。おえー。そして、昭和50年代には、女性の幽霊が出るという現象が相次いだため、供養として、お石観音が建てられたぜ。19歳で生き埋めにされたお石のことを思うと、胸がとても痛むわね。だな。くれぐれも遊び半分でいかないように。そしてもし行く際は、観音像の前で合唱し、お石に感謝の気持ちを伝えてほしいぜ。ホテル花人は、経営不振のため廃墟となったホテルだぜ。ホテルってことは、肝試し？そう。霊夢の言う通り、肝試しをするのに人気の心霊スポットだぜ。外から見ても、割れた窓ガラスや錆びついた外装が、不気味な雰囲気を醸し出しているぜ。中に入ると、古い内装が、より一層雰囲気があるぞ。天井や床は古く腐敗しているので、注意が必要なんだ。ひえー、絶対入りたくないよ。また、夜になると一気に怖さが倍増し、不思議な現象を体験した方がたくさんいるぜ。特に浴室では、霊感のある人には声が聞こえるといった現象が有名なんだ。心霊スポットとしてはそこまで危険な場所ではないけれど、やはり注意は必要だぜ。どっちみち怖いわ。ここ、盛岡中央病院跡地は、幽霊の目撃情報が多数ある心霊スポットだぜ。幽霊？やだわー。ここは、現在では病院は取り壊されているため、建物はないんだぜ。まあ、跡地は公園になっているから、簡単に行くことができるんだけどな。私は怖くていけないわ。まあ、病院跡地の公園というだけで、何か出そうな気がしてしまいますが、公園内では綺麗な花が咲くと、市民たちの憩いの場として人気があるんだぜ。でも、夜になると霊が出るパターンじゃないの？よくわかったな。普段は開放的で、とても人気のある公園だけど、夜になるとその姿は一転し、病院で亡くなった方の霊がさまよい続けているぜ。病院の跡地らしく、真夜中にはパジャマ姿や老人、子供の霊が見えるとの体験談がたくさんあるんだ。病院で亡くなった人たちの霊なのかしら。宇野巣断崖は、三陸海岸を代表するほどの景勝地と言われ、三陸復興国立公園内に位置するぜ。断崖ってところでもお察したわよ。霊夢もお察しの通り、ここでは昔から投身自殺が後を絶たないこともあり、心霊スポットとして、地元の方に特に恐れられているぜ。昼間でも霧が出ていたりと、不気味な現象がたびたび起こり、地元の方はなるべく立ち入らないようにしているほどで、夜は特に危険なんだとさ。いやー、こんなのもう怖すぎて震えるわよ。だな。実際に行った方の中には、不気味な声を聞いた、霧の中に人影を見たなど、ゾクッとするような体験談が多数。少しでも違和感を感じたら、それ以上は踏み入らないようにしてほしいぜ。くれぐれも、あちら側の世界に連れて行かれないようにしないとだね。現在は廃墟になっている、木村さん婦人科。
開業当初から幽霊が出るという噂で有名な心霊スポットで、2階の窓からは、女性の霊を見たという体験談がいくつもあるんだ。出産で亡くなったお母さんや赤ちゃんが、幽霊になってたりするのかしら？それもあるかもしれないな。ここは最寄り駅から徒歩圏内で、住宅地の中にあるので、比較的気軽に行きやすい心霊スポットらしいんだが、特に夏場には警察が巡回していて、不法侵入で捕まる若者も多いそうだぜ。肝試しをする際は、近隣に迷惑をかけないように、モラルや法律を守らないとだね。もちろん幽霊にも気をつける必要があるぜ。高校岡山は、盛岡市稲荷町に位置する廃墟として知られるマンションだぜ。ヤーサンマンションという呼び名もあり、その手の関係者たちだけで貸し切って生活していたという噂が残っているんだ。ヤーサンの幽霊と書いたら立ち悪そうね。理由はわかりませんが、なぜか動物の霊や、怪しい光が見えるという目撃談がある心霊スポットなんだぜ。現在は、全室空き家の状態ですが、肝試しをするのに、特に若者たちから人気のスポットで、警官が厳重なパトロールを行っているぜ。あまりにも騒ぎすぎる人が多いために、取り壊しの案も出ているそうなんだ。行きたい方は、取り壊される前に行ってみてくれ。ここは大規模の鉱山で、社宅なども多く建てられ、まるで一つの町のようになっていた、太郎鉱山跡。一時期は、1800人以上の従業員を抱えるほどで、多くの人々がここで生活していたそうだけど、1971年に資源がなくなったため、閉山されて廃墟になっているぜ。ほうほう。ってことはもう、何十年も放置されてるんだね。ああ。こちらでは、鉱山で亡くなった、甲府の幽霊が出るとの噂があり、特に、社宅跡や池の近くでの目撃情報が多い心霊スポットなんだ。行きたくねえ。現在ではどこかの大学が所有しており、宇宙船観測に利用されているのだとか。これは不法侵入になるから、行ってはいけないわね。ここは地名からして怖いイメージのある心霊スポット、神戸崎。この地名の由来は、戦で敗れた大将の首が、流れ着いたためだと伝わっているんだ。名前がやべえよ。ここは心霊スポットとしてだけではなく、足元が険しい場所なので、いろいろな意味で危険。行く際には、十分な注意が必要だぜ。心霊スポット行く前に死ぬかもね。そして、こちらにある灯台付近で、以前に焼身自殺があり、現在でもその焼け跡が残っているそうだぜ。そのためか、男性の幽霊の目撃談が多数あるんだ。その他、稀に、和服姿の女性の幽霊が見られることもあるとの噂もあるんだぜ。どれもこれも恐ろしすぎるんじゃ。座敷わらしの宿として有名な、菅原旅館。一日に3組しか受け入れていないということもあるんだが、なんと、1年前から予約しないと、希望の予約が取れないという小がざらにあるほどの人気なのだとか。特に人気なのは、出世の間とされる、24番の部屋だぜ。出ました、皆さん大好き座敷わらし。旅館内には、とにかくぬいぐるみやお人形がいっぱい。実際に宿泊した方は、人形が動いた、寝ている時に足を触られた、耳元で声が聞こえる、オーブが見える、などの色々な現象を体験をすることがあるそうだぜ。怖い。でも不思議と嫌な感じではなく、とても居心地が良いんだとか。それならちょっと行ってみたいかも。岩手県盛岡市東松園に位置する、松園のお化け屋敷。現在では取り壊されてしまっているけど、以前は岩手県で代表的心霊スポットとして知られ、現在でもその名は有名だぜ。お化け屋敷という名が付けられるほどのスポットなので、どんな曰くがあるのかと思いきや、もともとは、ただの空き家だったそうなんだ。そうなの。ここは住宅地の中にあり、危険度の低い場所だが、ある時から突然幽霊の目撃談が出始め、瞬く間にその噂が広まったんだぜ。建物自体はないけれども、霊感がある人なら、何か感じ取れるかもしれないな。岩手県八幡平市に今も残る、松尾鉱山跡の廃墟アパート。メディアでも取り上げられたことのある、有名な心霊スポットだぜ。巨大な鉱山として知られ、アパートから学校、病院、公園まで全て揃っていて、雲上の楽園や、北の軍艦島とも言われていたんだ。廃墟マニアには特に人気の高いスポットだぜ。廃墟マニアとかいるのか。ここは森などがあり、自然豊かな場所なので、昼間には美しい光景を楽しむことができるんだが、夜になると、たちまち恐ろしい場所に変化するぜ。誰もいないはずなのに足音が聞こえたり、
ノックの音が聞こえたりという現象がよく起こるのだとか。特に、大浴場があったところは要注意だぜ。ここは知る人ぞ知る心霊スポット、愛宕山の裏山。愛宕山の展望台や公園などは、風景を楽しめたりと人気のスポットなんだが、この裏山では、過去に恐ろしい出来事が起こったんだ。昔、男の子がこの山へ迷い込んだ末、変死体として発見されたという事件だぜ。うわぁ。これがきっかけで、心霊スポット扱いになったのかしら？そうだぜ。心霊スポットとか、行かない方がいい場所と言われるようになったんだ。夜になると、その少年が、山で親を探し回る姿を目撃したとの体験談があるぜ。実際に行った人の中には、近づくだけで気分が悪くなったという体験もあるんだ。山中には、廃墟などもあるぞ。いかにも危険な香りがするわね。岩手県遠野市にある、でんでらの。このでんでらのは昔、60歳を超えた老人を捨てていた場所だったんだぜ。捨てていた理由は悲しいことに、食いぶちを減らす目的であったと言われ、江戸時代までは、日本各地で行われていたことだったんだ。今じゃ考えられないわね。ここは、不思議な空間が広がる心霊スポットとして知られており、ここでは老人の霊がさまよっていると言われているぜ。実際に行った方の中には、老人の悲痛な悲鳴が聞こえるなどの現象を体験した方もいるんだ。全国にいくつかある黒森山ですが、心霊スポットとして有名なのがここ、岩手県盛岡市にある黒森山。この黒森山には昔、鉱山があったため、炭鉱跡がいくつも残っているんだぜ。公園などもあり、ハイキングでも人気のある山なんだが、遭難者も多いと言われる非常に危険な場所でもあるんだ。遭難する人がいるんだ、そうなんだ。おもんな。怪談話より霊夢のダジャレの方が寒いわ。えへへ。話を戻すぜ。黒森山には神社があるんだが、この神社で、幼い姉妹の死体が見つかったことがあり、それ以来、少女たちの霊がさまよっているそうなんだ。手をつなぎ、怪我した様子の少女の姿を見たら、注意してくれよな。岩手県奥州市の石渕ダム近くに位置する、猿岩トンネル。ゴツゴツとした見た目が特徴的な、手掘りのトンネルだぜ。心霊スポットとして取り上げられるようになった、明確な理由は不明ではあるんだが、恐ろしい体験談がたくさんあるぜ。何何？例えば、トンネルから無数の手が出てくるや、昔、白い車で行った人が行方不明になったため、白い車に乗って行ってはいけないなど、ゾッとするような噂だぜ。トンネル内には電灯がなく、真っ暗闇なので、懐中電灯は必須アイテムだ。絶景を楽しむことができると人気のスポットである、四十四田ダムは、同時に、危険な心霊スポットとしての顔も持っているぜ。東北地方最大級と言われるほどの大きいダムで、水深がとても深いんだ。そのため、水死体が見つかることがしばしばあってね。怖すぎる。そして怖いのが、以前ここで自主映画を撮影していた学生が、溺死したという事件。なんと、撮影したビデオを見てみると、自ら無数の手が出てきて、学生を引きずり込む様子が映っていたそうだぜ。その他、自殺者も出た場所でもあるので、危険度の高い心霊スポットだな。1971年7月30日、訓練中の自衛隊機が、岩手県雫石の上空で、全日空機に衝突。全日空機は、高度5000メートルほどの場所で空中分解し、投げ出された人々が風に流され落下したのが、現在、雫石、慰霊の森と言われるこの場所。キャピー、高度5000メートルで分解ってことは、そう、飛行機に搭乗していた人は、乗客、パイロット、キャビンアテンダントを含む、全員が死亡で、当時の現場の様子は、まさに地獄絵図だったそうだぜ。これは呪われてそうだね。一瞬の出来事であったため、自分が死んだことに気づいていない乗客たちの霊が、現在も、この地で彷徨い続けているそうなんだ。一度に大量の人々が亡くなった場所ということもあり、やはり異様な空気を放っている、この慰霊の森の周辺では、家路を探す霊を目撃したという体験談が、たくさんある心霊スポットだぜ。ゾーッとしたわ。というわけで今回は、岩手県の行ってはいけない場所を紹介しました。この場所も聞きたいとか、感想やリクエストあれば、コメントで教えてくださいね。オカルトや都市伝説が好きな人は、チャンネル登録よろしく。ミステリー研究員として、一緒に探求していきましょう。それでは次回も、あなたの知らない不思議な世界をお届けしていきます。ご視聴、ありがとうございました。